皆さんこんにちは、菅野慎太郎でございます。前回から始まりました、アスクチャンネル、バックトゥーザバッキャロー2回目でございます。今回は東京タワー編。バッキャローシリーズの中では、一番記憶に新しい作品だと思います。昭和三部作、軍艦島、富岡製糸場、そして東京タワー、昭和三部作の一番最後の作品を、バックトゥーザしようという、今日でございます。じゃあ早速、本日のゲストを、紹介したいと思います。じゃあ僕の隣ですね、森山、正武役の、高田智弘です。どうぞ。はい、皆様はじめまして、星のバッキャローと暁のバッキャローで、森山正武役をやらせていただきました武田智弘です。よろしくお願いします。はい、今日の意気込みを一言でお願いします。意気込み、はい、一言でバックトゥーザバッキャロー気合入れていきます。はい、ありがとうございました。続きましてお隣ですね、はい、岸谷五一役、立花亮です。はい、はい、同じく星のバッキャロー、暁のバッキャローで岸谷五一役を演じさせていただきました立花亮です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ本日の意気込みの色で例えてください。お、本日の意気込みの色はつまり銀です。こんな空気になっており、続きまして、続きましていきます。ホラー公平役の吉田幸太郎さんです。はい、桃栗3年、ホラー8年、吉田幸太郎です。あ、はい、はい、こういうことか、はい、はい、ありがとうございます。勉強になるな。さあ、会うのも久々の、だからね、半年前かな。いや、本当に、半年ですね。本当に、こう、今回の感染症のことでギリギリとギリギリで公演ができたという、東京タワーの公演ですね、暁のバッキャローはまさにそういう公演だったということで、はい、まあ、記録にも新しいと思いますが、今回はそういうバッキャロー2作品、星と暁を、ダイジェスト版40分ということでまず見ていただいてから、まあ、みんなの感想を聞きたいなと思ってますが、楽しみ、見てないでしょ。いや、見てないです。見てないです。どのシーンがあるどのシーン武田、どのシーン、ここは編集さん残してるでしょうっていう、絶対あるのは、絶対あるのから言っていいですか。どうぞどうぞ。絶対あるのはアンテナが登ってるとかですね。それは絶対ある。それは絶対ある。だって一番最後だもん、はい、あと個人的に一番好きだったシーンが、お肉坊やと須田さんのシーンなんです。あー、赤月のあそこはあってほしいなって感じ。なるほどなるほど、なるほど、あるでしょう、あれは。はい、じゃあ立花。いや、もう僕はもう本当に相当いろいろ悩んで、作り上げたシーンで言ったら、タミヤの弟といろいろとこう熱い話をする、そのね、その須田さんの前にのシーンで僕がやってたシーンは、いや残っててくれたら嬉しいなと。なるほど、はい。小田さんは。俺はもうどこでも。どこでも。はい、ありがとうございます。それでは早速見たいと思いますので、じゃあ、お願いします。どんな感じなんだろう、うん、うわもう音でもやばいっすね。うん、やばい。 NHK 第6弾ですね、東京タワーを作った男たちの物語、2019年9月と今年3月ですね。うわ、本当に1年前ですね。1年前ですね。稽古してましたね、ここでね。はい、懐かしい。うわー、この音が懐かしい。やばい。うわあ、陽太郎だ。陽太郎、なんか懐かしいな。はい、どうもどうも。陽太郎さんは、うん、あれですね、富岡と同じ役ってことですね。そうね、そうですね。まこっちゃんね、小沢くん、もうこれさわ、いけだ。すいませんだね、タミヤ。あー、タミヤ、あー、そういうことか。うわ、なんかこれちょっともうグッとくるんですけど、ね、これなんかすごいですね、これ。あ、そう、第3部。あー、かっこいいね。ヨコちゃん、ヨコちゃん、スミレさん、スミレさん、軍艦島からの花ですね。松田君が悪くなかった。
なんか見入っちゃう、見入っちゃう、またね、俺さっき、いやさっき言われたばっかなのに見入っちゃダメって正解1これ、編集さ始まります。まず星のバッキャローからですね。あ、星バッキャから、タワー立ってた時ですね。うわいいね、うわうわうわ、あのちょまだね、鉄骨が床に敷いてあったっことですね、うん、はい、あ、こう運びましたね、運びましたね、一番始まる前にこの演出ってもうお客さん巻き込んでましたよね、巻き込んでました完全に、いきなり、すいませんすいません、謝ってばっかだな、本当にこの人この霞っていうのは登場してないんですよね、はい、でこの登場してない人物をにリアリティを持たせるっていうので武田が苦労したところっていうのは、いや、まずその妹杉江さん、うんうん、と、同じ人物を見ないといけないっていうことで、モデルにさせてもらった女優さんはいます、うん、あ、いないです、うん、でその2人でずっと、かすみさんの、うん、なんですかね、まあ、性格と育ちを2人で共有させていくことで、うん、かすみさんを作りました。そういう意味ではすみれさんといろいろディスカッションできたんで、うん、それはすごい楽だったというか助かりました。あ、この2人もめっちゃ好きなんですよね。これ希望の日、いや、これいいですよ、このシーン、はい、よし津田さん、決まったよ、軌道付けで。このヘルメットも部署によって違ったりっていう細かいのね、そうですね、演出もあったりとかしたりとかしたんですけど、立場のなんかこういうなんかのガテン系の役っていうのは、いやいや、初めましてだったので、もう星バカの一番最初の稽古の時なんかもうまず温度が低いっていうところから入って、いや本当すいませんっていうところから入って、他の方たちはね、もっとこう声もね、やっぱね、職人は大きいしっていうところからね、やっぱ一から役作りスタートしてたから、なんか今見るとなんかすごい思い出してグッときますね、本当に。そこを一番、いわゆる建設が都民の やつらはみんなそこを苦労したというか、はいはいはい、いやいや、8人の鉄、ね、1トンの鉄骨8人で運んでたっていうやつらだよっていうとこからね、そうですね、うん、本当に1トンって8、うん、そいつはいいね、みんなで、あ、これも知らないんですよね、みんなね、その日本電波塔って名前だっていう、東京タワーを愛してるっていう、普通に見入っちゃう、マジで、マジで、建設資金ちょっと外れたところで女性が倒れてるからって見ずしなのに、はいはい、お前どうしてそれ早く言わないんだよ。この後、孝太郎さんがかなちゃんまでこのおぶってる時のエピソードありますか。じゃあ、重いとか言っちゃっていいのか、本人いないけど、そうだよ、涼しいとこだよ。孝太郎さんはやっぱり走ってますね、うん、そうだね、いや、あなたが書いたどのシーンも走ってる、うん、なんか体が寒い、ここにでもタイミング難しいんだよね、このやりとりって、そうだね、高いところがないんですけど、うん、熱いところが、俺そんなことだ、であればこっちだかと、特にこの鉄骨の上とか、よっしゃー気持ち悪い、お前大丈夫かよ、なんかすこぶり吐きそう、どこか入ってもいいとこはねえのか、入ってもいいところです、入ってもいいところでした、タナちゃんって軍艦島から、軍艦島からだね、そうですよね、作中でも訪問者だし、本当に軍艦島、本当に軍艦島ね、そこで、早く走って、早く走って、待てよ、早く走って、早く走って、騒がしく感じが。このドタバタ感がね、はい、これいっぱい稽古してましたもんね、うん、ここ意外と稽古しましたね、真面
に合いませんでしたね。間に合いませんでしたね。あ、改めまして、ね、私あの、はい、おお、来た。現場監督の森山さんいらっしゃいますか。すいません、いろいろと。いえ、まあ、恋人の、武田の恋人の妹ですかね。はい、うん。で彼女も富岡製糸場からなんですね。富岡製糸場が来てて、もちろん富岡製糸場編も出てて、森貞って名前なんですけど、あの3作目の大蔵旅館編っていうのがあって、そこにも出てるんですよ、彼女。で彼女は森貞って役なんです。古い製糸場がありますよ、ね、なので、あの平成の話だったので、一応まあ親族というか、あー、うん、なるほど、うん、親戚です。お先祖様って富岡製糸場っていう名前だったんですけど、なるほど、今は富岡工場という名前になってます。そうなんです。ともくんなんかいいっすね、なんかめっちゃシーン残ってるやないっすか、これ。いや、これからこれからこれから、ずるこれはだってね、すごい大事だし。そうっすね、本当に。うちらだってあの後ろにいるんだよ。そうっすね、そうっすね、ちょっと隠れてるんだよ。みんな後ろにいるんですよね、これ。みんな聞いてるんですよね、うん、ここ2週間返事もらえてないけど、すみれさん、姉はうだうだ言ってねえで早く両方来ましたよ。ここもそう、ごめんなさい、また明日また来ます。そんなことできたら最初から来るしませんよ。まあ、まあ、綺麗だよ、いいか。てめえ、鳩の世話負けしてきな。いつまで経っても油差しなんだよ。油差しなんだよ。竹下さんがやってる役っていうのは、まあ、港懇親会の会長って役 で、うん、で焼き鳥屋さん、はい、はい、そうっす。で、はい、一力って、はい、で実際みんなで東京タワー行って一力で行きました。飯食べてから東京タワー行ったとか、はい、ね、行きましたよね。みんなで一力でランチ、うん、いや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 ちょっと僕のスケジュールの関係でできなかった。一力は行けなかったんですけど、うん、もうみんなが東京タワー行って1時間ぐらいに一人で行くっていう星バカも赤バカもどっちもなんですよね。両方1時間後に両方1時間後に一人で登るっていう。ここは立花割と苦労したシーンじゃないですか。いや、本当にもう今も鮮明に思い出してきたんですけど、本気でやりすぎて一回コルサー君にブチ切れられるっていう、そのメルシュシーンの時に。まだ俺は痛てよ。ようこさんもらえるほどの職人じゃねえからだ。頼むよ。飯谷さん、やりすぎですから。若者たち、はい、若い衆は結構その厚さを出すのに、はい、結構 若い衆だけで稽古とかも飲みに行ったりもしてた。そうですね、あのなんかイメージに近いあの居酒屋があるっていうのでちょっと連れて行ってもらって、そこのいわゆる居酒屋の店員の方たちがすごいなんか近いかったじゃないですか。あれ、あえて若い衆だけで行ったりって。そうっすね、話し合って。なれるわけねえだろ。汗水流す。もう声枯れてる。もう枯れてるもうガサ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 。地獄の国で働いていいの。早くなれるもんだろうか。うわ、欲しいもの簡単に手に入れようとするんじゃねえ。このギターどうですか。いや、おしゃれ、これすげえいい。好きな女が言うなら。バッキャラ音楽家野田光平。はい。すごい。手放すんじゃねえよ。すごい。主題歌も歌いますからね、武田は。はい。優しくじゃないっすか。優しくじゃないっすか。そいつが最後に流れるのかな。何ていうんですかね。歌なんだよな。いや、あの歌もね、本当あの。そう、妹亡くしてるんす。そうそう。そう。いや。本当天才的ですよね、野田さんの音楽って。すごい。
ハトね。あ、ゴー、クーちゃん、クーちゃん。これまこっちゃん喜ぶぞ。どうしたんだ急に。やっぱ俺ダメっすかね。冗談、冗談。この工事始まってからずっと親分に怒られてからちょっと不安なんすよ。なんだよ、お前でもそんなナイーブな部分持ってんだ。持ってますよ。そうなんだ。持ってますよ。ナイーブってなんすか。知らないのに。バカだな。はい、いや計算してない感じがいい。素で言ってるような。俺が仕事全然できないから腹立ててんじゃないですか。他はどうせ仕事できねえんだったら早く辞めちまわねえかなとか。他は怖い怖い。死んで死んで一生顔見せたのか。一回しか言わない。よくこれこのシーンで稽古場で初めて高田が泣いた時あったよね。ありました。あれからやつが芝居ってなんだろうみたいなことからちょっと脱却した感じがしたんだけど、もちろん昌磨の力もね、もちろんあったと思うんだけど、居酒屋でも絶対泣いてましたからいつも泣いてた。絶対昌磨さんの話で泣いてました。いつも泣いてるかって怒鳴りつけるの。期待してるから、うん、いい顔してんな。親分はなそういう人なんだよ。見込みねえやつには怒鳴らねえ人なんだよ。お前まだそれ分かんねえのかよ。すいませんでした。だから明日からもいつも通り悔しがりながら一生懸命やれ。死に物狂いでやれ。もしお前が親分に対して恩義があるならお前の成長で返せ。それが親分が一番喜ぶことだから。はい、頼んだぞ。ありがとうございました。泣いてんじゃねえバカ。おはようございます。この電波塔の運営会社の沢井です。え、森山さんですよね。ええ、こんなぶしつけなお願いで大変恐縮なのですが、森山さんにはこれ以上何も告げず今日はこのままお引き取りいただけないでしょうか。ね、珍しいんですよ。あのこのシリーズで女性同士がこういう不審っていうのは。あ、そうなんですか。あの東京タワー編で、あ、男が付き合うのもあるんだけど、まあ、女の人同士やってるっていうのは結構実はレアシーンですね。これはバッキャラの中では。日本の未来のためです。譲れないね、思いが。今綾乃がこう客席の方を見てる方に、まあ、いわゆる当客があって、で、まあ、武田が降りてきたりとか、はい、橘が腰掛けてたりとか、孝太郎さんが腰掛けてたりあるじゃないですか。わかりました。やっぱ稽古場の中でもその目の前に当客があって、東京タワーっていうか稽古場のがあるってものの存在を意識しながらやるっていうこととかの意識っていうのは稽古場ではかなりやったと思うんだよね。はい、うん、ないものを体現するというか、はい、うん、2人ともそれはダメだよ。りょうこちゃんも僕のこと考えて、そういう意味ではみんなで東京タワー行って、うん、実際のものを見てから、うん、みんなの共通認識がすごい変わったような気がしましたね。うん、ちゃんと真実を受け止めて、あの下で芝居しろってことでしょ。要はすごいっすよね。あれを本当に翔さんで、ね、作ったっていうのが、いや、やっぱり見るとやっぱ改めて、うんうん、こんなとんでもないものを作ってた男たちってどういう生き方してたんだろうって本当にやばい人たち、すごい感じましたよ、ね、すごい本当に入院しています。どうして。結核です。当時の結核6月から入院していて、今でいう、うん、
ガンまあナンバーワンだよね。うまく文字を書くことすらできなくなってしまい、まだ結果まだ悪性腫瘍がまだね、まだ3位とか4位とか。ああ。すいませんでした。結構な死亡率だった。結核とその次がまあ。僕に心配かけさせたくないんでしょ。はい。まだ脳卒中とか。今は結核なんて治る次第だから。悪性腫瘍はまだ絶対に治してやるって言ってるんでしょ。はい。僕がこの世界一の電波塔を作るまでは絶対に死なないって言ってるんでしょ。言ってます。今は先週から容体が急変して昏睡状態が続いています。本当は黙ってようと思ってたんです。森山さんは今一番大事な時だろうし、でもこのままずっと森山さんに真実を伝えないことが正しいこととは思えなくて、だから森山さん、会いに行ってくれませんか。姉に、ね、お願い。僕本当に大馬鹿野郎だ。どうしてもっと早く、どうしておかしいなと思った時点で会いに行かなかったんだ。行って森山さん、いいから行って、今すぐ彼女の元へ。のお現場監督不在でも一日くらいみんなで踏ん張れるから。でも今日は第一到着完成予定日で、自分がいい今行かなくていつ行くんだよ森山さん。あんたがいなくたってな、こっちは全然問題ねえんだよ。だから早く行ってこい。惚れた女を喜ばせることもできねえ奴が世界一の電波塔を作れんかよ。俺たちで第一峠完成させておくんで。すいません。池田の役はもうこれ以上なんてないでしょ。いやいや池田に対しては素晴らしい。言ってもらえなかった。すいませんだけど相当悩んでましたからね。すいませんだけど、すいませんだけしかなかったね。古川さん好きなやつです。どうした。タミヤが足組み外した。落ちました。何だと。まだ修行前だろうが。俺が人より遅れとってると思ったら人の何倍も働けて日の出前から作業させてて。何やってんだてめえ。救急車、誰か救急車呼ぶ。うるすぎ。来い。わかりました。実際にあった事故もあれって言ってたじゃないですか。そう、実際にあった事故を、まあ、ここまでのあれじゃないけど、ね、はい、あの建設中にやっぱ亡くなった方は一人、うん、やっぱり風邪をおられて亡くなったっていうね。そうですよね。一人ってすごいですよね。さあ、このタミヤが落ちた1年後ですね。床にあった刀客たちは全て組み上がっていて、インターナショナルオレンジになっていると、はい、ここまで来ましたね。塗装工が、そうですね、塗装工の方たちが一斗缶がね、前代未聞で相手の取り付け作業ですか、はい、これもようスタッフさん集めてくれましたよ。本来ならアンテナはエレベーター設置用に切り抜かれた空洞から引き上げる予定だったんです。ところがアンテナの工期と搬入が遅れたためエレベーター設置工事が先に始まってしまい、アンテナの取り付け方法を変更せざるを得なくなった。112個一斗缶112個。どんな方法なんですか。すごい。アンテナを外部から吊り上げる。外部からってどうやって。ここに斜めに張られたワイヤーがあります、このワイヤーにアンテナを結びつけて、まあ、これが今回の赤月の一番の250メートルあります、この高さまでアンテナを吊り上げるんですか。しか
かもアンテナだって小さいものじゃありませんよね。多くのテレビ局のアンテナですからね。1年後の役をやるっていうのは今までで経験ありましたか？初めてです。同じ役を。いや、初めましてですね。初めましてです。立花なんかどう？1年後の役を演じるという。いや、なんかいわゆるもう、ね、脚本も見させていただいた上で一応のもう乗り越えたっていうところから、うん、僕てっきりもうそのすぐだと思ったのに、来た後の話を描くのかと思ってたんで、そこまで乗り越えたその1年に何があったかっていうそのバックボーンを作るのすっごい大変でした、ね。うん、まあ、そりゃそうだよね、はい。もう8分割したアンテナの後ろ6つは取り付け完了だった。当時の今日これから7つ目を取り付けて、明日最後の8つ目を取り付けます。自分たちが過ごしてる1年は明日完成するんですか？はい、全然違うんです、うん、全然違う。今の1年後を考えてもこの人たちには追いつかない、うん、っていう気持ちがあったんで、そこすごい。なんでかって考えたんですよ、俺。それで慎太郎さん言ってたんですけど、なんか生きることに貪欲っていうのを結構やっぱり言っていただいて、そこなんだよ、毎日の過ごし方が。担当職員がまだ来てなかった。言うてもまだ戦後十何年とか、いや、すぐですもんね、まあ、全然そんな経ってない、うん。はい、涼子ちゃん、この方タミヤ君の弟さんです。はい、先生は兄が大変お世話になりました。ね、だから俺ね、終わった後、星バカ終わった後、お客さんはもうみんなタミヤが亡くなってるって思ってるだろうなと思ったんだけど、意外にそう思ってなかったっていうか、あ、亡くなったんですかっていうふうに言われた。助かったかも、助かったかも、みたいな。でも希望としてはやっぱ助かってほしい、うん、いやぁ、そこに希望があるじゃないですかね。しかし、20人でこの顧客組み上げたんですよね。飛びの世界に黒崎ありと歌われた黒崎建設の鬼久保親分率いる飛び集団ですね。大したことはねえよ。しかも最初は手上げで組み立てたんですよ、ね。やっぱりこうペンキ塗ってるから僕らの衣装も運んでましたね。じゃあ組の数が増えたの？はい、到着が3分の2できたくらいから、だからその時で30人、30人でこの4本の到着にアーチ部分を組み合わせたんですね。大したもんですね。この中根都市川はね、赤くからだね。そうですね。石川も相当苦労したんじゃないですか？相当悩んだな。明日、私も完成させたいです。納期も明日でいっぱいいっぱいなので。おお、観光式の日取りも決まってる。12月23日。でもあの、本人が思ってるより、割と世界観に溶け込んだ感じはするけどね。早い段階で。最終塗装。タワービル内装工事、設備の据え付け工事など、もろもろのことを考えると、明日にはアンテナを取り付けないと間に合いません。現場監督の腕の見せ所だな。そして完成の報告を、星僕から出てるメンバーはもう加速度が出来上がってたんで、まあ、そういう中でね、確かに。まあ、それはね、本当にバッキャローの本当にそうです。特色というか、もうね、カンパニーができてるから顔合わせてるんで、そうそう、はい、なんか、あ、顔合わせで、あ、懐かしい。いや、思いました。一日だけ休みをもらいました。そこに、じゃあ、会いに行けるんだな。行ってきます。それがいい。今思会えなかった時間。思います。ちゃんと埋めてこい。なので、明後日の急行列車の切符買っちゃいました。こりゃ、何が何でも明日完成させねえとな。お願いします。春日さん、タミヤのことを覚えてますか？すごい。もちろん。いや、これは面白いよな。明日で1年なんですよ。やっぱりこの使い方は、うん、すごいですね。1年ですか。凝ってた、嬉しい。明日でちょうど1年。明日が1周年。え、俺あの時あいつに一人前の職人になりたかったら人の何倍も働けって日の出前から作業させてたんですよ。タミヤさん、出世欲が高かったんですね。それもそうなんですけどね、あいつ結婚したい女がいて、でも自分には彼女に見合う職人にまだ慣れてないって弱気になったぜ。俺はそれが見てらんなくて、それで修行前の日の出前に二人で鉄塔に登ったんです。そしたらまああんなことになっちまって。そうだったんですね。俺たちは電波塔を作りに日本中から集まりました。多くの職人は給料やもちろん出世や名声を得るためにここに集まってます。俺もそのうちの一人でした。だからあいつを日の出前から作業させたんです。だけど春日さんの言う通り、
俺が日本の未来を明るくするために働いてる職人だったら、俺はあんな行動を取らなかったし、あいつも死ななかったんじゃないかなって。どうですか。いや俺もう一回これやりたいですちょっと今見てて思いました今もう一回もっと稽古してやりたいこれこちら結構ね、この人すごい苦労めっちゃくちゃ苦労した、もう暗くなっちゃう、どうしても乗り越えてないよっていう話から入ってくる。あ、ご希望のシーンが家内が入院しました。先月まで闘病を続けていたので、なかなかこちらに顔を出すことができませんでした。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。こちらこそ、お兄さんのことなんてお詫びすればいいか。岸谷さん、責任を感じないでください。岸谷さんは何も悪くありません。あれは事故ですから。でも事故のきっかけを作ってしまったのは私です。一つ聞いてもいいですか。確か事故の当日は日の出前に一緒に作業をしたと聞いていますが、それは岸谷さんが兄にやらせたんですか。もしかして岸谷さんが無理やりやらせたのではなく、兄の方から自発的にやったんじゃないですか。私、当日の話を聞いて、兄が岸谷さんに無理やり作業をやらされたと思えなくて。早く一人前の職人になりゃいいじゃねえかって殴りつけた次の日、あいつ寝てる俺のことを叩き起こしてこう言ったんです。俺が一人前になるのを付き合ってくれって。それで修行前に二人して一緒に鉄塔に登って作業したんです。やっぱり兄自身の意思だったんですね。お兄さん、あの朝生き生きしてました。だけど急な突風に煽られて。兄が亡くなったのは岸谷さんのせいじゃありませんよ。兄だってそう思ってると思います。ありがとうございます。このシーン掴んだなとかって思う瞬間とかって、稽古中こればかりは、まあ、ちょっとかカットするって思ったら、ちょっとあれなんですけど、いやなんかこの本番中もやっぱりこう、なんか正解がやっぱ自分でも分かんなくて、いわゆる今日ダメだったなっていう時に、いや今日のだよっていうのを言ってもらったりとか、やっぱ全然今見ても分かんないなっていう、なんか自分で掴んだ感覚は正直ないですね。まあ、だからそう言ってみると、多分掴んでないのが正解なんだよね。タミヤの命令に掴んだらなぞるから、多分そうなんです。そう絶対なぞるから、だから掴まなくてよかったんだよ。掴めなくてよかったんだよ。それが正解なんだよね。これそうですね、お酒これなんか公園だけガチのお酒入っててそうビールの飲み方がちょっと全然うまそうじゃないって言われて誰がやったんだろうねそっから本物のお酒入ってて1日だけショーマーが病気じゃないですか。はい、それで親分には言った方が、やつは禁酒してましたからね。心配させたくない。何度も言ったらよくわかるよ。結構そうだよ、役作りでやったんだよね。結構されてましたよね。親分の人じゃねえよ。だから言えないんですよ。マジで1ミリも飲まなかったね。親分がいち早く言った方がいい。さっきの話聞いてたんだなって思いました、ね、だったら分かってくれてる場合じゃないでしょ。時間そんなにないでしょ。本当に星箱の時より痩せましたもんね。分かった。親分には俺から言っておく。ただ言う時期は俺に任せてほしいんだ。それだけは頼む。だからこれでこの話はおしまいだ。
明日は最終工事だ。早く寝て明日に備えねえと。じゃあな。いやー、うめえ飯だったな。どうしたんだ。なんかあったのか。須田。いえ、何でもありません。おやすみなさい。ああ、ちょっと待て。何でもねえわけねえだろ。現場監督と防止員、それに設計の人間がこんな時間に集まって神妙な顔して。明日の工事で何か問題でもあったか。どうして俺から顔を背ける。答えろ。どうしてお前ら。実は須田さんが。やめろ。須田。はい。いえ、何があったか答えろ。須田。何の真似だ。何の土下座か答えろ。病にかかりました。医者から一年の命だと告げられました。お前死ぬのか。俺より先に。いつ俺に恩返しすんだよ。おめえは俺の後を継いで親分になる男じゃねえのか。そう俺に言ったよな。病気だかなんだか知んねえけど、俺は許さねえからな。おめえが俺より先に死ぬこと俺は絶対に許さねえからな。申し訳ねえよ。謝るんじゃねえ。申し訳ありません。謝るんじゃねえ。謝った時点でおめえは自分が死ぬことを認めることなんだよ。だから謝るんじゃねえ。でも須田、しっかりしろ。諦めるな。おめえには俺がついてる。俺たちがついてる。だから諦めるな。でも俺は死んじまうんだ。お前は一人で生きてんのか。何勝手に決めてんだ。何一人で勝手に人生決めてんだよ。おめえは一人じゃねえだろ。俺はどうしたらいいんですか。俺はこれから生きろ。生きるしかねえんだ。どんな辛いことがあったって生きていくしかねえんだ。命ある者の宿命は生きていくことなんだ。生きてるんだから生きるしかねえんだ。だから絶対に諦めるな。いいな。おめえは一人じゃねえ。どうですか。やばこれ。俯瞰で見るの初めてだと思いますから。はい。まあ、重いな、いいな。言葉の重みが違うわ。ぐっときますね。泣いてますね。泣いてますね、武田くん。泣いてますね。いやこれ我慢しとったのに。いやいいっすよね。かっこいいですね。今から道元まで間に合いますかね。ギリギリだろうね。これ以上待ちが続くと。今日は工事中止になる。だからね、涼子さん。はい。ハーバーにいる富野、みんな呼んできて。呼んできて。もしかして呼んできて。やるんですか。やる。風速15メートル以上ですよ。だけどやる。それは禁止行為だということは分かってる。でも結婚する。これ以上農協を伸ばすことはできないんだよ。本当にやるんですか。アンテナ工事。ああ。これでもし、あのアンテナリアルに重かったですか。でも、風速 14.5 メートルの強風の中、全て300メートルの作業なんて危険すぎます。こんなことは百も承知だ。それに、こ
波塔建設で危険じゃない作業があったか。それは俺たちを信じろ。そして優秀の美飾らせてくれ。成功させるよ俺たちは。わかりました。すいません。どうだ。あ、今から始まります。風は風速 16.5 メートル。それでもやるか。相変わらず無茶すんな。それでも前へ突き進む。時代はそうやって切り開かれてきたんだな、きっと。やるぞ。これより日本電波塔最終アンテナ取り付け工事を行う。上空の風速は 16.5 メートル、風向きは南南西、途中横からの突風に煽られる可能性があり、最新の注意を払い行動すること。はい、作業開始。はい、取り付け完了。決まったぞ。日本電波塔の愛称が決まりました。何になりました。命名東京タワー。東京タワー。東京タワーですか。この名前が世界に届く。いいねえか、東京タワー。ここで初めて東京タワーっていう名前が出てくるんですよね。そうですね。東京タワー。今一番必要なことかもしれない。今迫ってくるからちょっと期待したんですが。戦争が終わって12年、いろんな場所が復興して高度成長、高度成長と謳われているけど、戦争で受けた未だ癒えない傷は日本中にたくさんある。夢や希望を失って毎日生きるのに必死な人だっている。明るい場所も暗い場所もある中で、自分たち日本人同士はつながっていかなくちゃいけない。つながって支え合っていかなくちゃいけない。そんな思いの象徴にならなくちゃいけない。あいついろんなやつ呼ぶなって。やっぱりよく土下座してますね。バキャロはね。一声一回土下座ぐらいで。すげえ。はい、はい、いかがだったでしょうか。これすごいね。めちゃくちゃいい作品です。声ちっちゃ。いや本当に改めてね、まあ俯瞰してみるのも初めてだったんですけど、はい、その星バカと赤バカを一気に見るっていうのも初めて、うん、もちろん初めてで、なんていうんですかね、この作品に携わらせてもらって、この森山っていうこの役をやらせてもらったことって自分の中ですっごい財産なんだなっていうのを改めて感じさせてもらえる作品に出会わさせてもらったなっていう気持ちがすごい今。すいません、普通に泣くっていう、すいません、普通に2度泣くっていう、普通に見るっていう、まあいね、でも本当にそれぐらい、はい、僕の中でも思い出がある作品で、うん、まあ、これで、まあ、このいろいろ今のこのご時世の中で、うん、これ特に暁バカに関しては、赤バカに関しては上演できたことがもう本当奇跡のような作品だったんで、そういう意味でも本当あと今改めて見させてもらってありがたいなって、心からありがたいなって思える作品でした。はい、はい、
って、はい、田島はい僕なんか今これ見て思ったのが慎太郎さんが稽古中に僕一番印象に残ってる言葉があって、うん、人はあの死に全力疾走で向かってるっていうのが僕すごい心に残ってるんですけど、うん、っていうところでやっぱこういう状況で、うんうん、なんかね、どういうウイルスかも未知のウイルスがこうやっていろんな世界中でこうニュースになってなんか死っていうものが結構僕そんなに感じてなかったですけど結構なんか 近しいそこで感じるようになってで改めてこの映像を見た時にやっぱり生きてとか生きろと かそういう強いメッセージ性がすっごい散りばめられてて今もう自分出てたのに背中をしっかりこう押してもらったようなすごいなんかもう生きるのに貪欲でこれからもあり続けたいなっていう、うん、本当にこの作品に携われたから思える、うん、これは感情だなって今見てて思いました、うん、だからもう一回やりたいんだねいやもう一回もう今もうこれこのあの時は死がまだ遠かったと、ね、いやなんか身近に感じなかったんですけど、うん、なんか今やったら絶対まだなんか違うものが生まれるって思いますじゃあいい芝居になるんですねいやいいですけどでも、ま、もうやりたいですでも、うんはいはい、小田さんはいかがだったでしょうか、はいこの富岡から東京タワーに移ってて、はいね、富岡はその、ね、女性がたくさん出てる、はい、女性の物語っていうのがあって、うん、で東京タワーやるぞってなった時に今度は男ばっかりで今度は男の物語だと思ったんだけど、うん、こう迎えに見返してみてやっぱ確かに男の熱い部分っていう強い部分とかってあるんだけど、うん、女性も強いしあでもこれやっぱ人間が強いんだっていうのを改めて思った感じだとか、うん、今はやっぱそういう力強さっていうものを特にこの昭和のこの年代っていう時に、うんまあね、みんなが持って明日へのためにだったりとか、はい、これで生きてたっていうのがね、うんはい、そういうのがちゃんと描かれてていいなと思いましたただ俺あんまりいなかったねいやいやいやそんなことないそんなことないそんなことないまあそうですね今これにはね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 この作品でそのほらずっとホラーをやってモモやって浩、はい、平やっててさ、はいいっちゃんかっこいいホラーだった気がするのね、俺。ああ、はいはいはい。そういうのを描いてくれて、特にあの星の時にね。星そうですね。そうそうそう、いろいろちょっと語るんだけどさ、うんうんうん、ねえよ。いやいやいや、そんなことないよ。本編はちゃんとね、ねしっかりダイジェストだけはちょっとあれですけど。もうちょい50で頑張ってんのにさ。いやいや、それはあれですよ。DVD のお楽しみということで、そういうこと多分その、うん、最後の、演出も入ってなかったじゃん、うん、それはまだ DVD でまた見ていただきたいなというこのプロデューサー の、うん、あの狙いがあるということでそっか、はい、汲み取れなくて、はいはい、稽古中こう今はもう、まあ、バックトゥーだってことなので、うんはい、稽古中、ま、今まさにねここ今岡野バッキャローって次の作品の稽古をやってるところで収録してますけれども、うん、ここだったじゃないですか稽古が、はい、まさにそうだったじゃないですかこうまた改めてここ来て、まあ、東京タワー編を見たこの当時のこう稽古を振り返った時に何か思い出すエピソードなんかあったらもうでも基本悩んでました基本悩んでたよね基本で悩んでました何に一番悩んでたあのやっぱその星バカよりも赤バカの方が僕は大変、うん、僕自身は大変だったんですけど、うん、そのさっきもちょっとお話したんですけどその成長、うん、1年間でどれだけ森山っていう人間が成長したのかっていうその成長にすっごい悩んで、うん、だからさっきもあのちょうどこの駅から歩いてくる道のりで、うん、もうあのいろいろそこのお寺行ってみたり、うんうんうん、遠回りして緑公園行ってみたり、うん、子供を見てみたりとかいろいろやったのをすっごい歩いてる途中に思い出しました、うんうん、稽古場もそうなんですけどその道中でああここで悩んでなんか台本読んだな一人でみたいな一人で読んだ寺であの寺でも読んだこともあります寺で読んだ、はい、謎にですけどね公園で読んだこともありますああそれをすごい今赤バカの時大変でも半年前なんですよね半年前ですまだ半年前です半年なんですよね、はい、すごい懐かしい感じがしたんですよねこの稽古もそうなんですけどいやすごい本当に半年よりもっとねなんか1年2年経ってるような感じはしました確かに立花は稽古エピソードもうあの若手全員そうだと思うんですけど、うん、飛び集団とかも、うんうん、みんな基本悩んでたと思うんですよ何に悩んでた僕だからここ本当同じになっちゃ
ちゃうんですけど、俺入った瞬間なんか、もうなんか震えみたいなのがちょっと起きてトラウマになってるやっぱでもそれだけね、やっぱこの諸先輩方がやっぱ見てるね、なんか中でね、こうやってやっぱ稽古をやっぱ何回も何回もやって、で、慎太郎さんのこうやっぱり演出とかもこうやって自分なりにこう吸収してこうやってやろうとしても、なかなかうまくできないっていう、そういうのがなんかフラッシュバックしてきて、でも今の映像を見て、なんかなんつったらいいんだろうな、なんかなんかでも報われる感じは、ね、報われ、そうそう、それです、それです、悩んでたことは、はい、あ、いい作品だな、いい作品報われました、はい、よくね、その武田とかもね、その立場もそうかもしれないけど、まあ、稽古場のこの全員のいるこうスタンスみたいなものとかが、はい、あの結構あの良かったですとかってよく言ってたじゃない、はい、うん、そうですね、すごい、まあ、昭和の話なんで、うん、もちろん携帯もないですし、うん、で今みたいにコンピューターもなかったわけで、うん、でやっぱそうなんですよ、僕も稽古場入って昭和の時代に、まあちょっと上からになっちゃったらあれですけど、うん、こういう作品で、まあ、若手の人たちが稽古中に携帯いじってると、うん、イラッとするようになったんですよ。あ、いや、いいね、いいね、あの、うん、この作品にですよ、うんうんうん、令和の作品だったら別にいいじゃないですか、うんうんうん、まあまあいいというか、うん、別に普通じゃないですか、うん、でもなかったのをこうやってやってると、うん、いや違うだろうっていいぞ、面倒くせえ演劇マジで、で、あの事務所の後輩とかもいたんで、そういう後輩とかにちゃんと言えるようになりました、この作品。ありましたね、はい、ありましたよね、ありましたよね、確かに確かに、はい、それはありましたね、はいはいはい、それを感じました、すごい、あの投資稽古とか食えるように見てましたからね、はい、いや全員が、他のシーンが、はい、本当に、うん、本当そうですね、もうまあめっちゃ前で見て、うん、そうですよね、うん、もうどれだけ盗めるかっていうものをやってました、確かに、うん、はい、特にこの作品なんか他のシーンからもらえるパワーがすごい大きかった、うん、いやそうそうそう、マジでそうですね、うん、ありました、小田さん、この、はい、まあ、最新作じゃないですか、はい、まあ、上演したものでいうと、はい、初演が、はい、バッキャラの初演が2012年なんですよね。じゃあ12年か、はい、震災後なんですよ、だから、そうだね、そう、震災後なんです、震災後すぐなんですよ、はいはい、で震災後、震災の年に僕、古川さんと初めてお会いしてるので、はいはいはい、で、うん、その後に、まあ、すぐもう急遽あのバッキャラをやることになったっていう流れで、はいはい、その時を始めましてで、うん、もう8年なんですね、8年だね、8年ですよ、でもう言ってしまったあと2年後は10周年なんですよ、うん、バッキャローが、おー、バッキャローになるんですけど、こう梅雨のね、バッキャローから、うん、はい、ね、梅雨、はい、とか、うん、まあ、夏とか、夏のバッキャロー、うん、冬のバッキャローってお話しの辺から、うん、こう俯瞰してね、こう、はいはい、なんか見てみると、うん、なんか孝太郎さん自身このバッキャローってどういう風に変わってきたな、成長したなとか、人と人っていうのがすげえ物語の中で濃くなっていってる気がする、だんだん、ずっと、もちろんもともと薄いってわけではないんだけども、描かれ方だったりとか伝え方だったりっていうのがどん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 密になって、密ダメだね、あ、いや、描かれすごいなんかなって毎回改めて、まあ作ってる時ってやっぱそこにすごい一生懸命になっちゃって、そこまでね、俯瞰では見れなかったりするんだけど、改めてこうやって改めて編集していただいてとかで、こう映像とかで見ると、やっぱり、あ、やっぱり違うなって、つながりっていうものっていうのがやっぱだんだんこう、なんだろう、僕作り手側からしてもそうなのかな、うん、なんかこうそこの深さっていう部分っていうのの認識っていうのがどんどん変わってきてるんじゃないかなっていうのを感じます、うん、もう70人ぐらい出てますよね、あ、もうそれになるか、70人ぐらいは出てます、100人は行ってないんですけど、70人ぐらいはもうキャストさんは出ていらっしゃってます、70体ぐらいありますもん、キャラクターすげえ、70体すげえ、そっけ、頑張ってもう忍たまアンパンマン超えてやろうっていう。キャラ数はアンパンマンきついね。全都道府県行くんですもんね。全都道府県行きますね。うん、行くんですよね。すごい感じ、はい、すごい。まだ全然ですよ。あと40件ありますから。うわ、もう全然意外と進んでないんだよ。はい、40件、ね、はい。ということで、そろそろね、はい、いいお時間になってきましたので、はい、最後じゃあ、一言ずつ、お言葉いただいて終わりにしたいなと思いますが、はいはい、じゃあ孝太郎さんからお願いします。はい。どうも、小田です、はい、どう、こうやってどんどん積み重ねていっぱいバッケローを作ってきました。そしてまだ新しいバッケローが始まっています。今もう鋭意制作中でございます。やります、他のバッケロー。
よろしく。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ橘。はい、僕もちょっとさっきねおっしゃったんですけれども、なんか自分の中でやっぱこう振り返って、なんか今悩んでることとかの小ささとかもなんかこう。ね、ちょっと吹き飛んだりとかもしてちょっともうもっともっと生きることに貪欲にならなくちゃなって改めてまたちょっと自分が温度がちょっと下がってきてるのをちょっと今認識したんでちょっとやっぱ時間が経つとやっぱこんなにも温度って下がるんだと思って、うんうん、あの時をちょっと思い出してちょっともっと頑張っていきたいなと思いました、貴重な、ご機会ありがとうございましたはい、じゃあ武田、はい、本日はご視聴ありがとうございます。あ、僕もあの改めて、まあ、見て感じたんですけど、単純に本当に僕バッキャロー作品大好きで、でやっぱあの星バカで、まあすごい好評を得ていただいて、はい、で大体の人はもうだってあの慎太郎さんのあの終わり方って、うん、星バカの、はいはいはい、あれも絶対赤箱を見に来る終わり方だったじゃないですか。当たり前じゃないですか。ちょっともう、ね、当たり前じゃないですか。すっごい好評だったんで、みんながみんなもう赤箱絶対行きますっていうのを言っていただいて、ただ、ね、この情勢的にちょうど見に来れなかった方がいっぱいいらっしゃって、それ僕もすごい残念でしたし、まあ、あの改めて思うんですけど、 もし見れなかった方は絶対あの DVD で見ていただきたいな、はい、絶対これもう本当に星箱を見た人でも、まあ、見てない人でも特にもう見て赤箱見たかったけどって言ってもらってた人たちはもう絶対 DVD で見てくださいっていうのをもう強く訴えます。はい、はい、すごく強く訴えます。強く訴えます。絶対見てください。俺に訴える。絶対に見てください。もう本当にいい作品なんで見てくださいでこれからもあのバッキャローシリーズずっと僕もあの見させてもらいますし、まだ出れたらいいなと。それは分かりません。はい、アピールここで公開アピールしておきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。というわけでバックトゥーザバッキャロー東京タワー編いかがだったでしょうか。はい、先ほど小田さんも、言っていただきましたが、今絶賛ですね他のバッキャロー、稽古中でございます。今回は山梨県を、題材にしまして、令和、今ですね、今の現在の話を、描いて今絶賛稽古中です。あのですね、甲州ワインという、うん、っていうのが、はい、甲州ワインって何って話なんですね。わかんないですね、パッチいて、うん、っていう話なんですよ。で、いわゆるですね、このワインって赤ワインなんですよ、みんなイメージがどうしても赤ワイン、赤ワイン、ね、当然やっぱ全国の、日本 あの消費率も7割、8割当然赤なんですよね、うんうんうん、なんですけど、はい、山梨の甲州ワインっていうのはですね、白なんですよ。白が、そして白しかないんです。赤はないんです。赤ないんですか。赤はないんですよ。っていうお話です。気になる。気になる。そうなんです。それを知らないんでしょ。知らない。知らないんです。11月3日が千秋楽なんですね。で、文化の日なんですけど、11月3日はですね、山梨ワイン解禁日なんですね。山梨ヌーボーと呼ばれる。気候たまたまなの。たまたま偶然なんです。僕がワイナリーさん行って、あの品種言ったら、それ山梨解禁日だよ。山梨ヌーボーの日だよ。そんなミラクルもありながら、今回配信もやります。配信もやって、実際の、協力されてくれてるワイナリーさんの方のワインも実際出します。ワインも劇中に出そうと思ってます、うん、でもしよろしければ配信見てくださった方はそのワインを飲みながらお家で、うん、ワインの演劇を見ていただくということをやっていただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ以上でよろしいでしょうか皆様。はい、はい、長々とありがとうございました。バックトゥーザバッキャロー次の件またやると思いますのでその時またお会いしましょうということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。Wow, wow, wow.